あ、そうそうだよ、今日飴玉だったんよ。で、あと8分で日付が変わる。さあ次は何が目撃されるのか。お金を少し稼いだね。あ、買い物したから減ってるな。半分ぐらいになってるか。お金稼いだんよ。とうとうさ、あのバトルなんだっけ、バトルなんだっけ、幕の下だな次は。な、バトル、待ってね。あ、これ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 、バトルサーチャーを使って再戦をして、あのね、こっちなの、こっちの、こっちかな。ここ。この人たちに話しかけて再戦をするっていうことをずっとやっておりました。試しに。あ、ちょっと待って、これ止めないと。よし。あれ、試しに、歩数を稼ぎます。バトルサーチャーを起動します。お手合わせします。なんかあのこの人たちが一番いいらしい。隣のマダムもそうなんだけど、1体しか出してこないで、レベルは再戦ごとに上がってっても途中で60に固定されて、そっから上がることはない。これで、あ、おじいちゃんもレベル48になって、インファイトはいらないね。お金が 24,480 円。これをあのまたこうやってやってさ、永久にやる。なんかたまにあの2人びっくりマーク出てくれるんだけどね。台座だとできない日ありそうだもんね。そう、今んとこ一回もできてないんだよ。紅玉とかいっぱい用意したのに。そう、台座および、技マシン交換か、技マシン交換などをして生計を立てようと思ってたのにできない。シザークロス来た。こうやって育成済みのやつらのレベルを上げる、技を覚えさせる作業も同時進行。ものすごく地道な作業とかを繰り返してた結果、まあ一時はね、これより一桁高い状態まで上り詰めたんだけど、所持金ちょっと使っちゃった。で、今回は ここか、バトルパークへのゲートがある。木の実、ボール少なかったもんね。あ、しまった、ボール買ってないや、まだ。あの浜田スパークにも行きたいんよ。
やべ、水やってなかったことバレるかな。村が。ちょっと今深刻な木の実不足にも陥ってて、ちょっとね、ちゃんと埋めなきゃいけないんだけど、残念ながらあの大量発生を見るだけでやめるっていう日も結構あって、あ、でもここはまああるね。お盆、お盆さん、よし、ここはこんでいいや。ボール買おう。まあでもハイパーボール50はあるけどね。笑えるほどあの伝説が捕まらない可能性があるから、一応増やしておこう。で、この辺はちょっと買うか。アケラオッケーで、何でも直しもある。虫除けスプレー系は少ないけど、まあこれからは行くとしたらハマナスパークだし、貴重品もちゃんと売ったし、うん、大丈夫でしょう。あと1分。なかったね。今なったよね、時間。最近あのアクション起こしてないから何もテレビで言ってもらえんかった。はい、もうまたか。最近3回目や。いつになったら埋まるのか。あとちょっとなんだよ。本当にパッチールだけなんだって。あの光るお守りをもらうためのものっていうのは。ラクライさん、ここでしか、これはあのズルをしたね。連れてきて、だから埋まってるんじゃないかな。埋まってるもんな。え、絶対埋まってると思う。本当にね、幻を抜いた数で、記憶では、あれ、ゼニガメも、ゼニガメもまだだけど、一応あのパッチールだけ。あれ、ゼニガメもちょっとなんかまだだったけど、あとはパッチールだけだと思うよ。あれ、関係ないでしょ、だって伝説じゃない、幻かなんかでしょ、386は。ちょっともう一回見るよ。うん、ここでしょ。327がパッチールで、ホームからどうしても連れてこられないから、パッチールだけは自力でここでなんとかすると。で、これも幻だと思う。251だし、だしっていうか多分そう。で、まあ、ちょっとなんかゼニガメいなかったけど、ゼニガメさえいたら飛んで勝ちと。うん、幻誰だろうね。あ、あ、うん、あれ、え、さっきいたっけ。マナフィとかシェイミとかなのか。なんかそう、あのなんかね、もらえる、何かをしてたらもらえるってやつがいた。日付変わったからかな。え、ここになんで
で急にここで。知らなかった、威嚇されちゃった。あやたまが来ましたわ。いやーやめてくれ。そういえばそうだった、この鳥インファイト覚えるんだった。痛い。待って、本田さん後ろ育成中のやつだけだから、ちょっと指を振るミュウもいないし、やばいって。ヘラクロス、いや威嚇やられたのちょっとだいぶきついんじゃないこれ。もしかしてまたインファイトやってくる。余裕っしょ。あひどい。ひどいよ。ボンがいじめられてるよ。来たの。ちょいちょいちょい、やりすぎ。こいつも岩なんで。あ、意外と耐えるな。防御特防が下がった。スバイサー勝ってたらなんかいけるんだけどね。いけないので、犠牲にするね。狩人なんだこいつは。あれか、あの日が変わるごとにあちこちを偏在してるのかな。そう、幸運の子だよ。あ、うん、何、あ、サイコカッターか。いや、まあ確かにいつかはちょっとこの峰打ちを消す予定でいたから、ちょっと一旦変えておくか。そう、森小判、これでバトルサーチャー起動してマダムとかジェントルを買っていく。豪華ザル。え、ちょっと待って、手持ち何体いる？くか。ただ一回死んだからこんなもう威嚇関係ないよね。あのみんなインファイトやるんだけど、ちょっと攻撃的すぎんか。ひどい。あのね、これが別にしたかったわけでは。あ、いいパーティー。インファ縛りやってんのかな。死ぬよあいつ。やばいやばい。ちょっとやばいかも。本当にやばい。屍が。あの、さすがにゲームオーバーにはならないけど、うわー、経験値みんなにあげたかったな。今何人死んでる？あ、間違えた。もったいな、別にいいけど。うわっ。
うわー、カビゴンか。カビゴンか。こっちも、うわもうガチガチやん。ちょい何回死んだドン。あ、やばこれ、やばい。よく見たら、ちょっと待って、追いつかない。でもまだこの頭弱い方なんだよね。そうなの。やっべえ、てか無視すればよかった。完全に存在を無視すれば。ちょ、これさんだよね。見て、なんか卵かなんか持った不思議花しかもういない。壊滅、完全に壊滅している。何もね、これを見せるために起動したわけじゃないよ。うわ。なんでアームハンマーやんないの。何急に。おい、幸せ卵持ってくなよ。倒した。遊ばれてるよね、明らかに。寝た。さあ、卵奪われ、あ、フローゼルか。このまま言っとく。あ、違う、寝てるんだった。フローゼルか。さすがに格闘技ないでしょ。さすがにね。から元気連打だよ。よし、あ、救助よかった。やっとなんかなんとかなったわ。ローズレイド、よし、このまま行こう。倒しきれずに吸い取られるんかな。でも耐久ないね、この残りの2匹は。ここで死ぬでしょ。ほとんど経験値もらえてない。ポケモンセンター行こう。何なってんだよ、こっちが聞きたいよ。新米が強くなればなるほど俺も俺のポケモンも強くなれるって。もうさ、もうやめよ。今ので分かった。このパーティーは格闘に非常に弱い。ここ最近で一番回復してもらわなあかんくなった。使った回復アイテム分差し引いたらあんま美味しくなさそう。どうしよう、赤字だったら。毎回生かしてたよ。はい、仕切り直すね。くそ、こいつもぶつかってやる。ここに行きたかった。そっか、この辺には何かがあるんだよね。ポイント引き換えコーナー。はい、このバトルポイントなんだけど、65BP 引っ越してきましたが、まあ、このような状況で、あんまり引き換えられない。ホーム、そう、ホームの
あんまり引き換えられないんだよね。だからバトルチーム、バトルタワーのノーマルの方やっちゃって、もうちょっと BP を稼ごうかなと。うん、あ、これミント、ミント、ミントも、もうだって50使うってやばくない？特性パッチに至ってはこれだからね。だからさ、あのなんだっけ、剣盾とか SV にいないグランブルとかのためにこれは使わなきゃいけないのであって、なるべくその新しい方の作品にいるやつはね、そっちで育成しないといけない。で、技マシンも欲しいんだけどさ、特に毒毒とか欲しいんだけどさ、こんなありさまではちょっとね。あ、ビルドアップも欲しい。てか自信欲しい、自信欲しい。え、80、瓦割りもまああってもいいけど、でも自信は欲しいな。ポイントやばいっしょ。持ってきてこれでバトルタワーをちょっと戦っただけで増えるのは本当に一桁だった。ってことで、あの育成もまあ一部したし、ノーマルのバトルタワーの続きをやろうかなって思ったんだ。あ、地下で買うのも、そうか、どこやったっけ。勝てば不思議な飴と BP ももらえます。はい、こっちか。挑戦するシングル、あ、木の実かぶってるわ。待って、ラム、ラム、ここがかぶってるな。こいつを変えよう。もちろん持ってない。今から即行くつもりだったのに、まさかの。微妙なのしかないんだよ。どうしようどうしようどうしよう。そもそもこういうアイテムを手に入れるために行きたいから。岩タイプの技の威力が強まる、違うな。地面タイプの技の威力が上がる。ちょっと一応これ持っといて。じゃあ砂持ってて、砂持ってて、で君は技は何なの？先生の爪でいいや。ほんでいいや。よし、行こう。挑戦する。前、旅パで、挑んだやつの続きね。これ。よし。今度は自分なりに努力値を振ったポケモンで参加しよう。ちょっと待った、3人選ぶんだった。とりあえず突っ込んだやつ、そう、それをちょっと改良してね。え、どうしような。え、詳細知らんのだけど、見れんのここで。火力で行くわ。隅っこは違うけど、これで行く。ちょっとまだその天候のパーティーとか自分には早すぎると思うので。それにまだ大丈夫でしょ。なんかちょっと若干知恵袋でノーマルにも勝てないみたいな質問を見かけた気がしたけど、まあ大丈夫でしょう。そう、これノーマルの続きね。
で、なんだっけ、7戦1セットで5戦目以降替えが効かないかなんか。なんで知恵袋で見てるんだバトルタワー終わりとかで調べてさ、で知恵袋出てきてさ、でその後さ下の方見るとさ関連の質問あるじゃん。でどん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 見てた。そしたら意外とみんな、よくない、うーん大丈夫、うーん痛いちょっとね、いきなり負けるかもしれんいきなり負けるかもしれん。今日ちょっと幸先悪くない？あやたま登場といいさ。ちょっとあのブイゼル何の耐久もないからまだ余裕勝ってさっき言ったばかりなのに、コットンガードしよう。ググーンと上がったってことは何？2回とかでいいのかな。奪うね。え、宿り木の仕組みって何なの？あ、ピピ増やしてないやこれどう出るんだろう。そういえばなんか SV の方ではあれだね、水のさトンボ返り的な技が新しく技マシンに追加されてたよね。これここでないんかな。あったらちょっとブイゼルに入れたいんだけど。いやちょっと、いや微妙に嫌だな。割合ダメージで与えたダメージ分自分を回復する、なんかやたら減らされたような気がしたけど。これはヒットポイントがあるやつの方がたくさん削られるのか。作品によって少し変わりそうだよね。うん、顔はあの結構ここにないのとかいっぱいあって、そうそう、それに関してはね育てる前に調べなきゃいけなかったんよ。あの別のところで育ててきたやつが全く技違いましたってなるとちょっと変わってくるからね。倒せん、 あとちょっと、いや、やばいやばい、なんかこういうあの定数のダメージは食べ残しでめちゃ回復した。じゃあピーピーが、結構減っちゃった。あっ、竜の波動って命中不安だったの。やめてやめて、倒しきれんくなる、やめて。ちょー吸いすぎや。あい、ほんとやばい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 、死ぬ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 。頼む頼む頼む、よし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 、え、これやばい何持って何をやられてもさ、あー、まあまあちょっと白竜や、羽休めは持ってない。よし行くぞ、よし素早さ上だった。
ああれもんじゃらって1体目うわちょっと噛み砕け死ね倒しきれないあよかった。ああなんとかなった。本当にさ、危うすぎる。え、次行くの不安で仕方ないんだけど、これたまたま相性悪かっただけ？モンザラ最強だよね。あ、回復どうもありがとうございます。いやもう続けるよ。初戦からすでに危なげな雰囲気漂ってるえ、ポケモン強いの？ちょっとやめてよやめてよ。うわーなんで出だしこうなるちょさすがに一回も何もせずにもう普通に入れ替えるわ。出し負け。これを出し負けと言うんだね。ゼルダがいつもかわいそう。ほんと、なんか一番最初はさ、足の速いやつでなんとか。これ何最悪だ。まあでも、特殊攻撃タイプで良かったっちゃ良かったのか？ちょ、待って。でも、飛行タイプはもうなくなったから大丈夫だよね。待ってね、あのコットンガードだけはやりたいと思ってて、もう麻痺した麻痺して混乱した。よし、できればもう一発行きたいけど、でも放電は意味ないからな、この後ろのやつに備えてって思ってたけど、混乱治って。おいー食べ残しだけが虚しく、ねえ放電しかやってないよ。なんだちょ、まだ混乱してる。ええー、運ゲーを仕掛けてくるのえぐいって、これひどくない？ひどい。でも、こういうなった場合ってのは PP 減らないんや。あ、もうついに黄色くなっちゃった。急所に当たった。あ、混乱解けた。それは解けるよね、そろそろ。いい加減解けろって感じだもんな。終わってる。ちょ、隅っこが本当になんか偉い目にあってんだけど。またなんかやってくる？あ、放電なんだ。痛い。なんで2連急所？身とか持ってないよね。うわ、微妙に倒せなさそう。すみこは物理の人に差し出したいだけであって、今こんなに削られていいやつじゃないんだよ。もうめちゃくちゃだよ。すみこなのに表舞台で勝負させようとしてるのが悪い。こいつあれか、バトルチームに組み込むものの、最終的には選出しないっていう立ち位置にすべきやった。なん、今やんの？ちょ。え、大丈夫だよね。大丈夫。いける。お前やれる。ちょい。あのさ、運のない人間に、これはね、ムーホースいいや。運ゲーのおかわり来たよ
ね、な、ナンパ、ナンパ。え、80% 混乱するとかじゃないよね、さすがに。ちょ、死ぬ。確率どうなってんだ。これどうなってんの。終わったね、終わった。放電って100なの ?100 かな ?100 だね、これは。溶けた。あ、あ、表舞台で頑張った。ただもう無理。さっきも同じことになってない。いや、これはさ、なんでまたもんじゃら来るの。なんで。え、素早っ。あ、叩きつけるでよかった。おい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 、ちょっともんじゃらトラウマになるから、忍び師対策でもんじゃら叩きつけるやれ。いや、取り際嫌や。あと2発くらいは耐えそうた。あ、食べ残しで回復、宿り着でギャンギャン吸われる、これはまずいよね。で、叩きつけられる、で当てろ、当てる、ちょっと削った、で、これで死ぬんじゃない。死んだ。さあ、さあ、このもんじゃら死ぬほど宿り着で回復していきます。というわけで、ちょっと待ってね、あの技を知らないんだよな。溜め込んで攻撃する、相手より後に攻撃できると技の威力が2倍になる。モンジャラって早いのか。相手より先に攻撃できる、相手が出す技が攻撃技でないと失敗する。運ゲー押し付けられただけで終わったよね。よし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 。これ素早さどうなってんだろう、本当にわからないな。試しにもう遊ぼう。不意打ち安定っぽい。宿り着とかはやってくる可能性が。よしよし。しっぺ返しはどうなの。あ、やっぱ早いんだ、こっちのが。素早さ何も振ってない。こいつね、なんとあの攻撃と特攻に振ってるっていう、意味のわからんグライガーじゃん。え、何やるんだろう。よし。うわうわうわ、でもどうせ同じことやるでしょ。あ、うまっ、うまい。そう、こいつ両刀なんですよ。死んだけどね。うまい、この人。でも地面だよね。というわけで、当たる方、当たる方、どっちも当たるよね。先制できるっていうけど、滝登りでいいでしょ。こいつは早い。よかったよ、ゼルダ。白飯のグラフ解消早すぎる。ちょっと辛い、これこれ辛い。え、こんなギリギリな戦い。次は3人目の相手です。準備はよろしいですか。はい。なんかカウボーイみたいな、カウガールみたいなやつ来た。さあ、今度はゼルダに対して何が来る。よっしゃ。
やっとやっとだ、やっと生き生きしたゼルダを見られる。こいつは強いんだ。ほらね、ちょっとモンジャラとかだとまずいんだけど、これも似てるよね。虫、虫、虫、別に、ん、虫ホタルだよね、これ。もうこだわってるのかってレベルで滝登りをやるわ。じゃあ、いった、痛い、よし余裕だぞ。次はポリゴン。ポリゴンってさ、順番ボルト持ってる印象すごい強いんだけど、早くはなさそうな気がするけど、ひるませる。あ、相手の防御下げるんだった、これ。あ、防御下げる、相手をひるませたり氷状態にすることがある。最高じゃない。やったやった、今のうち、今のうち、急に急に運が向いてきた。よしよし、あ、体力多く回復する方、黄色の実か。溶けるなよ、溶けるなよ。てか溶けてもいいや、もう倒せる。やった、これを狙ってたんだよ、あのゼルダだけで勝ちましたってやつ。ついに来た。アンビリーバボー。待って、これあと4回やんの本当に。だいぶ試合したよ。だいぶしたんやけど、あと4回やるんじゃない。ニュースのためなら何だってしますわ。ほらこ、なになになに、メタング、メタング、メタング、縛り組み手用に考えた。鋼エスパーだこいつは、鋼エスパーだ、つまり噛み砕く。あ、意外と柔らかい。あ、怖い顔された。これがさ、メタグロスになるとすごい強いんじゃないの。あれ、速さ一緒。よし、やっとゼルだ、ニョロぞ。噛み砕こう。さらっと組手にそうなポケモンなのは分かった。そう、一部をね紹介するとね、その鋼枠でメタグロスどうかなってちょっと思ってるのと、鋼だとあとクレッフィー、でもクレッフィーとそのメタグロスの兼ね合いはどうなのかなっていう、そこが分からずにいてさ、余裕だ。あれ、このさ、ゼルダの特性忘れちゃった。で、クチート、鋼フェアリー全部、あ、違う違う、滝登りでいいや。でも物理防御が高いんだっけこのポケモンは。あ、待って、ちょっと、あ、鉄壁しちゃった。そっか、我ら草タイプにすごく弱いんだな。草タイプ対策を考えよう。よっしゃ。でもさ、縛り組み手よりさ、多分普通にあの剣立てのバトルタワーやった方がいいよね。縛りの方が多分大変、多分どころか普通に大変だよね。次は5人目の相手です。準備はよろしいですか。続ける。
で、こいつに勝つともう変えられないのかな。まさかこんなにあの神経を張り詰めながらやるもんだとは思わんかった。マスグマ、最近黒い方よく見てたからこれ新鮮。噛み砕こう。はや、あ、違う、先生痛い。先生と先生だったらどうなるの。確かに組手は後回しかもしれない。そうだよね。それに同じタイプをさたくさん揃えなきゃってなるとやっぱりまだくすぐられてまだ全然さあの育てられてないから、一部揃ってる、なんか一部揃ってるんよ。その一部だけやろうかな。あー、また忘れとった。あ、今さ頑張れば耐えれたんじゃない。今こそコットンガードやと思うんやって。あれ思ったより、てか何、神速って海流だと思ってたんだけど、意外とこいつも使うんや。もう一回コットンガード、うん、基本神速連打だね。あ、すっすごい防御上がってるわ。こういう戦いがしたかった。というわけで、よし、寝すぎもんじゃらとかやめてね。こもる、え、まだこもったまま。うん、物理だよね。ドラゴン技持ってんのかなこの段階で。あ、死んだ、よしよしよし。沼黒、水地面、水地面でどっちタイプなんだろう。う、物理ね。え、てかさ抜群で、あ、違う、岩石封じって弱いんだっけ。よし、倒せる。なんか最初のうちはもっとさスムーズにいってサクッとノーマルをやってマスター挑もうって思ってたけど、これマスター挑めるのレベルになってきたね。よし、ここから、ここからはメンツを変えずに確定していくんだけど、もう今んとこ最初はやばかったけど中盤から流れ来てるから、まあもう大丈夫でしょ。挑んでボコボコにされるまでが一連の流れまあ正直ちらっとそのこいつを使っとけばいいっていうポケモンを知ってしまったけど、そんなもの当然使いたくないよね。やる気者って怠けないよね。凍らせよ、これ。
か昼目。よし、こっちのあの状態異常率とか混乱率もやばかったけど、こあの凍らせ率もとんでもなかったわ。おあいこで、リザード送り出した。カモが来た。よし、あ、心の平穏が、炎タイプが出てきてくれると心の平穏がフォルム。あ、さっきなんかギリ耐えられたけど、あのスミコの時。でもゼルダはめちゃくちゃ強いからな。ほら、よーし、あ、急所か。ちょ、これで、あ、連勝できる、よかった。勝ち抜いてこられた実力を見、え、違う、終わってない、ん、実力を認め、タワータイクーンって何、タワータイクーンがお客様との対戦を求めて、え、何それ、あ、あれこいつ、あー出てきた、これがあのさ、あれだ、え、会ったことあったっけ、遊びましたけど散々でした。え、知らんかった、称号みたいなやつか、あ、そういうことか。そこのさ、黒つぐっていうのがあのねじきみたいなのでいるっていうのを聞いてて、え、こんな状況、こんな背景知らんかった。絆、でも確かこのタワーって絆、あの夏希と関係ないんだよね。確かに似てるな。え、何出してくんの、何出してくんの、 こんなこのメンツ大丈夫、うわ最悪、白竜でいいじゃん、白竜でいいじゃん、え、なんでこれマスターでしかいないんじゃなかったの、あ、早いわ、うわー、なんとも言えん、なんとも言えん、なんとも言えん、え、てか絶対痛い、絶対痛い、はっ、速さが勝てない、速さが勝てない、あやたまはこの人のことダディって呼んでるの、速さ勝てん、あ、なんか飛行技持ってるかもしんないけど隅っこで勝てん、うわ絶対やってくると思った。でこれで多分連続でやると失敗するよね、そんなことないか、一応やるか、あ、できた、あ、これ強くない、多分ここまで削れば不意打ちがいけるんじゃないかと思うの、よし、ドサイドンなら勝てる、余裕で勝てる、ほら特殊もいけます、最後は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 、ちょっとこれ勝たんとさ連勝記録が、あ、ミロカラスだ、ちょっと待って、特防高くない、あ、最悪最悪、どうしよう、え、本気でどうしよう、これなんでその早いの、やめて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 、耐久振ってない、ちょ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 、起きて、朝だよ、ちょっと、あ、もう
いや、ね、これさ、これってさ、滅びの歌を歌ったら何が起きるんだろう。お互い引き分けになるんかな。やったろ。3ターン経つと瀕死になる。どっちが先に倒れるかだよね。いったぞ。大丈夫か。寝ちゃった。え、待って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 、これさ、3段経つより先にさ倒されん。まずね、やばい、今隅っこの方から先に言われた、あの滅びのカウント。あー、死ぬ死んでしまう。素早さが遅い方が勝つ。え、だとしたらいけるかもしんないけども、ちょ、コットンガードなんでいいわ。もう特殊だこいつ。あ、目覚ました。でもこいつ攻撃に振ってないの。隅っこ、いやいや、次で死ぬ、次で死ぬ。え、ミスって、お願いミスって、お願いだからミスって、本当にお願いミスって、本当にミスって、攻撃ミスって、お願い頼む。あれ、何先に攻撃した？あ、速度同じじゃないこれ。てか死ぬ。ああしまった、今のさ、しまった、しまった、しまった。違う、あのノクタスが眠らされてそのまま起きるまで待とうと頑張ったけど、あの時点で隅っこに変えて滅びの歌打った後に眠ってるノクタスに戻ればよかったんだ。え、ほんとしまったかもしれん。いや、しまった。だって、うん、このパターンだとどのみちだったよね。もっと戦術を磨きたい。え、これ死んだんだけど、どうなるの。バトルタワー連勝20で終わっちゃった。